小林太志氏は、群馬県富岡市出身の元プロ野球選手。宇藤右内。琉球ブルーオーシャンズを運営する、株式会社ベース、沖縄野球球団代表取締役社長。現役時代の愛称は、浜野エクスプレス。群馬県立富岡高等学校在籍時には、最速144キロメートルのストレートで、注目されたが、初戦敗退を喫する。 一般入試で進学した立教大学ではエースとして東京六大学リーグで活躍しリーグ戦通算10勝を挙げた大学卒業後の2006年に JR 東日本に入社堀井哲也監督の指導の下、JR 東日本公式野球部で1年目からチーム投手陣の主軸に抜擢され第77回都市対抗野球では2試合に先発 シダックスから補強された森福正彦らと共にチームのベスト4入りに貢献した。2007年11月9日のドラフト会議で横浜ベースターズに分離ドラフトによる一巡目で指名され11月30日に契約金1億円、出来高5000万円で契約した。2008年開幕1軍は逃したが4月中に昇格し4月9日に プロ初登板を果たす。4月27日の対広島東洋カープ戦では、プロ初先発で、初勝利を挙げた。これは、セリーグの新人では一番乗りとなる勝都だった。その後は主にローテーション投手として登板、プロ初完封を達成するなど活躍し、6勝を挙げた。2009年、初の開幕一軍スタートを飾る。 シーズン序盤は勝ち星には恵まれなかったものの、ある程度試合を作り後頭を続けていたが、交流戦突入後に調子を落とし自らの守備も、重なり失点していくケースが増えていった。5月31日のオリックスバファローズ戦では8回、3失点で完東を記録するものの6月7日に登録抹消。その3ヶ月後の9月13日に一軍復帰。 阪神タイガース戦で登録即先発し7回に失点と高騰し、副調の気配を見せたが、わずか1週間足らずで、再び登録抹消されるなど一軍定着はならなかった。2009年8月25日2010年4月18日の阪神戦での初登板から、ロングリリーフなどで起用され安定した投球を続け、 5月27日のオリックス戦で先発し高騰するが、その後はローテーションに定着できず結局未勝利に終わった。2011年、開幕は2軍で迎える。1軍昇格後は中継ぎ、ロングリリーフとして当番を重ねるが、定着できず、2軍で肘をわずかに下げ、シュートボールを多用するスタイルに変える。これが功を奏し、 9月以降は先発ローテーションに組み込まれ、5試合で3勝と、来季に期待を持たせる内容を残した。最終的にはシーズンを通して4勝を記録した。2012年、主に中継ぎで35試合に登板し、ロングリリーフに回る機会が多かった。ローテーションの谷間で先発する機会もあったが、先発としては2勝3敗と振るわなかった。2013年、 前年と同様に中継ぎとして起用されるも安定感を欠きわずか11試合の登板に止まった。契約公開の席では野球協約で定められた減額制限の20%を超える定時額での合意化自由契約の二択を迫られ前年比50%減の年俸1200万で契約した。2014年 8月中旬に一軍登録されると8月19日の広島戦で初登板し2回無失点に抑える。8月20日の同カードでは2点リードの4回表無視12塁の場面で山口俊の後を受けて登板。天谷総一郎を三振に抑えるが菊池良介にヒットを打たれると続く丸加工に逆転満塁ホームランを打たれた。10月3日に 球団から戦力外通告を受けた。宝霊弁で、経営企画職の正社員として働くと報じられた。2018年、同社の南式野球チームが、日本武道産野球連盟による、第30回 RBA 野球大会に参戦した、時には、小林も参加。ただし、この時には、ルーズショルダーの状態になってしまい、投手としては活動できず、野手として、 試合に出場して本塁打を放っている。2016年の学生野球資格回復研修を受講した上で、翌2017年2月7日に日本学生野球協会より学生野球資格回復の適正認定を受けたことにより学生野球選手への指導が可能となった。 2019年7月18日、沖縄県に設立された野球チーム、琉球ブルーオーシャンズの球団社長に就任することが発表された。ありがとうございます。